マチネー、土曜の午後はキッスで始まるは、1993年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督は、ジョーダンテ、出演は、ジョン・グトマンとキャシー・モリアーティなど。キューバ危機に揺れる1962年のアメリカ合衆国を舞台に、新作のプレミア上映でやってきたホラー映画監督と、劇場に集う、少年少女を描く青春群像劇。 タイトルのマチネーとはフランス語で昼間に行われる演劇、音楽会などの興行の意。1962年10月、フロリダ州、キーウェスト。海軍に勤務する父の転勤でこの街に越してきた少年寺院は、毎週土曜日の午後には映画館に通い、今では B 級、ホラー映画の映画作家、ウールジーの作品の大ファンであった。 次の土曜日の午後には、半分ありと化した男が主人公のウールジーの新作、マントが公開される予定で、ジーンと弟デニスはそれを楽しみにしていた。その頃、ソ連がキューバに核兵器を配置しようとしていることが発覚し、アメリカは海上封鎖に出る。キーウェストの市民は不安な日々を送っていた。そして、マント公開当日の土曜日の午後、ジーンは、 映画館でサンドラと遭遇するのだが、思わね、騒動が起こり、二人は映画館の地下にある、核シェルターに閉じ込められてしまう。さらに、上映中のスクリーンが爆音と共に火を吹き、巨大なキノコ雲が現れる。爆音を聞いた、ジーンとサンドラはついに核戦争が始まったのだと、覚悟する。カッコ内は日本を吹き替え、シーハシシゲル。 星野光明、加納木翔子、折笠愛、成田県、桜井俊春、中原茂、中村雄一、さゆり劇中に登場する短編映画、マントも独立した作品として、上ン手監督が 35mm フィルムで撮影している。ロッテントマトズによれば、34件の評論のうち94、94%に当たる32件が高く評価しており、 平均して10点満点中7.71点を得ている。ジョーダンテ監督自身の趣味色の中にモンスター映画ファンへの愛が溢れている一方で、現実より映画を好む若者という社会批判的な一面もあるとの指摘がある。ありがとうございます。